冊沢木朗氏は仏道とはよそ見をせんことそのものになりきることであるというふうに言われていることも本当に、改めてここの随文記の読ませてもらって、そのことがこうしっくりと、感じることができます。で、それを三昧と言って止観と言うんだと沢木朗氏から教わりましたです。I'm sorry, I didn't prepare in English. Yes, so I go next.